どうもこんばんは。1週間ぶりのご無沙汰でした。はい、皆様今日はひよみです。はい、キムです。はい、ありがとうございます。はい、今日のオープニングは何かあるの？オープニングですか？はい、オープニングはね、どうだろうな、特に何かあります？今日、天気が良かった。今日でも寒かった。寒かったか。寒かった。新潟はまだ寒いんです、ね、でもいよいよ雪降らないみたいね、うん。タイヤ交換をいつしようかなって思ってて。あ、迷うところだね。タイヤ交換もしましたか？もうされてますか ね、皆さん。半分半分だよね、きっとね。通常だとまだしないよね、3月中旬。そうそうそう、通常だとね。でも今年はちょっとね、まだもう暖かいから、うん、下まだみたいな会話をね、今してます。してますね、ちょうどね。はい、って感じですかね。はい、どうも。はい、始まりますかね。はい、始まりますか。はい、始めます。始めていいですか？はい、はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。はい、3月17日金曜日夜10時を回りました。トリオの気まぐれ筋放送局、鈴木聡トリオドラム&コラスの木文です。そしてはい、鈴木聡トリオのボーカル&ギター、鈴木聡です。はい、今夜もよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。今日遠くてコメントが見えるかな。こんばんは。はい、水産1週間どうでしたか？はい、ですね、今週はですね、なんだっけ、あ、週末の打ち合わせと後練習から始まって、平日はですねブッキングしましたね、ライブのブッキング。ですね、何気にですね、9月まで毎月ライブが、はい、決まりました。もう9月の予定まで決めてるんですね。だから半年先の話をもう決めてるっていうね。まあ、それだけあの未来も先も明るくなってきたというか。そうです ね、時代もね、ちょっとそうです。ライブモードにシフトチェンジみたいな感じですね。はい、ですね、やってました。はい、このブッキングツアーがなかなかの難事で、でもまあ楽しいんですけどね。まあ、おいおい、あの僕らの自主企画もいよいよ復活ってことで、まあ、その辺もぜひお楽しみにしてください。はい、はい、またおいおいと、お知らせします。はい、お願いします。はい、ということでですね、まずは一発目の、はい、4月、上半期ですね、4月がスタートしますけれども、はい、4月の、まあ、一発目のライブ今日ご紹介したいと思うんですけれども、ちょっとね切り替えます。はい、切り替えモードにいたしますね。ちょっとお待ちくださいね。はい、じゃあお話を進めて、お話ししてください。はい、4月の9日です。はい、ですね、もうちょっと先ですけどね、ね、4月9日に、駅南のですね、米山というのをやる駅南のドットラグーン通報というですね、あ、見えてます今。はい、今ちょっと切り替えてみました。はい、はい、私たちはワイプで映ってます。仕事みたいだね、なんかね。はい、どうぞ読み上げてください。資料共有でお願いします。はい、資料共有。それで、4月9日日曜日、場所を言いますね、ドットラグーン2号というところなんですけども、はい、ここで、初めてライブ始めてやります。コーヒーハウスという企画ボリューム2ということでですね、なんと焙煎師にですね、あの三角フラスコ柴田の三角フラスコの星野さんが、来てくださってですね、なんと、星野さんがそこであの焙煎したコーヒーを、自家焙煎したコーヒーをドリップしてくれると。で、その入れたてのコーヒーを飲みながら音楽を楽しめるというですね、すごいね、すごい企画が贅沢ですね。はい、はい、あの柴田行かないとですね、あの飲めない。確か俺はホットコーヒーはですね、自分で入れた覚えがあります。つまり、なんか選べるんでね、シェフとホストさんと選べるんだよね。そう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 、うん、そう、星野さんが入れるコーヒー飲めるってなかなか貴重というかですね、はい、そうですね。なのでこれだけでも楽しみなんだけども、で、あの僕ら鈴木聡トリオの他にですね、フィグバッシュ君と、あと尾瀬志郎さんっていうですね、の3組、私たちの3組ということで、このライブもすごく楽しみなんですけども、あの実はフィグバッシュ君とはですね、来週の、24日、の金曜日にですね、スタートミーアップで対談することになっていますので、そうですね、はい、まだこれから収録なんですけど、はい、まだお若い20代の方なんですけどね、岩室奥で一度二度、はい、ご一緒しますね。まして、はい、あとは、まあ、ウディでたまに遊んでると一緒に出会ったり、うん、会ったりするんですけど、うんうんうん、僕の一回りも下、いや俺が一回り上なのか、一回りじゃないね、あの
ダブルスコア二回りぐらいいけますか。そう、あ、エトで言えば二回り、24年以上よね、うん、の方とちょっと対談をしたいと思うので、はい、あのそれもぜひお楽しみにしてください。はい、そんな感じでですね、はい、聞いてますか。時間は1時から、はい、13時から昼のライブです。でスタートは1時半からですね。僕たちの出番は最初です。であのコーヒーなんですけども、コーヒー苦手の方もですね、ドットラグーン2O のホットレモネードなんかも用意してますんで、その辺はご安心くださいということで。はい、ホットレモネードで、そう、今日あの入った情報なんですけど、はい、なんとその星野さんがですね、あのオリジナルブレンドを作ってくれるという、この日特製、この日限定のオリジナルブレンドを作ってくれるということで、名前はもちろんトリオブレンドということでいきたいと思うんですけども、もうちょっといい名前つけたいね。なんか魅惑のチキルームみたいなさそういう感じの、あの、うん、すごく楽しみ、この日しか飲めないので僕も楽しみなんですけど、うん、今あの持ち帰りなんとか作ってもらえないかって頼んでるところなんですけどね、自分で飲みたいんで、はい、まあそんなことで楽しみいっぱい、ぜひ楽しみにしてください。お願いします。お願いします。はい、そして今夜は、はい、はい、演奏を演奏しましょうかね。はい、はい、演奏します。あ、ご予約はこちらで受けたまわり中、あの、はい、インスタのページとか DM でも、青木さんのインスタの DM とかね。あ、はい、私の方でも大丈夫です。お好きなところで、はい、まあ、あの人数が非常に限られてる、そんな広い会場じゃないので、うん、もう早速予約もいただき、問い合わせもいただいたりもしているので、できればお早めに。そうですね、はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ、チャビューって曲をやります。最近、はい、最近練習してますよね、またね、バンドでも。そうですね、うん、なんかしてますね。久しぶりにやったらいいなぁなんて思って、どっちでもしてる、アコースティックでもバンドでもどっちもしてますね。はい、ちょっとライブでまたやっていこうと思ってます。はい、それからお願いしようかな。はい、はい、よいしょ。あー、ちょっとずれた、待って、あー、新しいこの景色Bye.
なしけれど笑ったこと。どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。よいしょ、はあ、あ、はいはい、はい、じゃあありがとうございます。はい、週ですかね。はい、はいはい、あと何か言い残したことありますか？特にないです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、今夜はこの辺で、はい、お別れしたいと思います。来週は3月の24日金曜日、また夜10時にお会いしましょう。お相手はトリオの青木と、はい、トリオの鈴木でした。はい、皆さん今夜もありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。コメントでね、先週タイヤ交換したって方がいました。そうですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。あ、いろんな中で、ね、コーヒーの名前をいろいろ考えてくださっているいろんなコメントがあります。ありがとうございます。おー、なんかいろんなブレンド名が、はい、あんた、はい、書いてあります。ご紹介できる？ご紹介しましょうか。羊ブレンドだと、あ、羊ブレンドいいよね。ジンギスカン風なんで、目抜きブレンド、ベルウッドブレンド、あー、いいね。なるほど、ね、お、拍手もいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと考えます。鈴木さんが、はい、ありがとうございます。はい、では皆様良い週末を。はい、良い週末を。おやすみなさい。